加藤匠場は、三重県伊南郡伊南町出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。伊南町立、ひとしがき小学校2年生の時に野球を始める。同小学校は1学年の人数が5人という、過疎状態で野球どころではなかったが、町内4小学校合同で設立された、伊南野球クラブに参加した。松阪市立伊南中学校までは、 南式野球で遊撃手と投手兼人であった。同中学校も当時1学年50名、野球部員は7人という仮想状態にあった。一般入試で地元の三重高等学校に進学、当初は三流医種であったが、1年夏の大会終了後に監督からその強権を買われ、保守に転校。2年秋に正保守に定着すると、周期三重県大会で優勝して、 東海大会に進み、ベスト4となったが、計6試合を、投類阻止率10割で勝ち抜き、注目を集めた。また打撃面でも、打順9番ながら20打数9安打、チーム最多の7打点を挙げた。翌2010年の選抜大会に出場、初戦の今治西戦でも相手の盗一機と3をすべて、指す活躍を見せた。2回戦では、山崎康明、松本剛、 伊藤拓郎を要する提供と対戦して延長10回さよなら負け、提供戦では元盗塁1。同年夏の大会では三重県予選の準々決勝で関タスクを要する小物に0の1で敗れるが、この大会でも前後試合をフル出場して盗塁阻止率10割であった。青山学院大学では1年秋からリーグ戦に出場。野球部の1学年先輩には、 東条大輝、渡辺雄大、杉本博史、太郎、1学年後輩には吉田忠直、2学年後輩には岡野祐一郎がいる。2014年プロ野球ドラフト会議にて、中日ドラゴンズからご位指名を受け、11月16日に契約金3500万円、年俸800万円で仮契約を結んで入団。背番号は39に決まった。2015年、 5月31日の北海道日本ハームファイターズ戦でダイソーとしてプロ初出場したが、この年は打席に立つことはなかった。2016年5月22日の読売ジャイアンツ戦の8回裏に代打でプロ初打席に立ち、結果は一塁へのファールフライだった。11月25日から台湾で開催されたアジアウィンターベースボールリーグにおいて、 NPBUS 単選抜に選出される。2017年は1試合の出場に止まり、2018年は一軍出場なしに終わった。2019年、2018年のオフに首脳陣が大幅に入れ替わると、もともと谷繁元信依頼制保守の固定ができなかったチーム事情に加え、センターラインを強化する過去の実績にとらわれず、 横一戦で評価するという新首脳人の方針によって、加藤に白羽の矢が立つ。前年度一軍出場なしながら大抜擢され、春季キャンプでは、前年度一軍で、保守最多出場の松井雅人を抑えて一軍キャンプに、帯同、オープン戦でもチーム保守最多の13試合に、出場して、投類支給、投類阻止率6割と肩をアピールした。また、 課題の一つとされた打撃についても、打率29、292、1本類打、3打点と結果を残し、自身初となる、開幕一軍スタメンを勝ち取った。3月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初ヒットを記録、4月13日の対阪神タイガース戦でプロ入り初の猛打賞を記録した。その後もスタメンで起用され続けたが、 シーズン中盤には2軍落ちを経験した。最終的にはチーム保守最多の92試合に出場した。しかし打撃面の方は打率228本類打例と課題を残した。オフに宮崎フェニックスリーグに参加した。2020年は前年に続き2年連続の開幕1軍スタメンでのスタートとなった。しかし、 木下拓也の台頭で次第に出場機会が減り、29試合の出場に終わった。2021年6月15日、加藤翔平とのトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍することが発表された。6月19日の埼玉西武ライオンズ戦で8回の守備から途中出場し、移籍後初出場を果たした。最大の特徴は、9回屈指の強権。その強権は、 加藤バズーカと呼ばれている。遠藤120メートルの地形の強さに加えて二塁への送球タイムも1.8秒と早く、送球も正確である。また二塁送球時の玉筋は糸を引くように、直線的で低く、ほとんど、お辞儀をしない、加藤の加藤の強権を見て2018年オフより、中日のヘッドコーチに就任した、伊藤つとむは、 ソフトバンクの会に匹敵するくらいの肩の強さの選手がいた中村武志バッテリーコーチは今まで見たプロ野球選手の中で肩は一番異次元ボールから煙が出ているとか等を評価している2018年度はウエスタンリーグでの記録ながら同年にシーズンチーム最多盗塁記録である163個を記録した阪神タイガースに対し8連続で 盗塁阻止を成功させるなど強権で鳴らした。走塁面でも50メートル走6.0秒で、星としては瞬速の持ち主であり、2019年のオープン戦では盗塁も記録している。打撃でも2019年に打率228、超打率286を記録するなど課題が今でも残る。相性は、あとちゃん。地元出身ということで、 中日ファンであり、年に2回は、名古屋ドームに足を運んで、試合観戦をしていたという。入団会見でも、小さい頃から、ずっと応援していた、憧れていたユニフォームに袖を通すことができて、とても嬉しく思いますと喜びを語った。2018年5月28日に入籍。ロッテ移籍後の登場曲はは、2021年に、休成した、中日時代の同僚。 木下祐介が使用していた湘南の風の黄金魂であり、一緒に戦いたいと思ってあの登場曲にしました。僕も木下の分まで頑張りたいという思いから選んだ。ありがとうございます。